はい、どうも、寺子タリー、寺子スタでございます。今回もですね、夏期講習毎日英単語30やっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回パート4、4日目ということで、30×4 で120個ですね、本日で英単語を覚えられますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。ではやっていきましょう。スタート。91個目。cause ですね、これに関しては引き起こすとか原因というようなイメージになります。それだけです。92やっていきましょう。次、チャージです。チャージ名詞だと料金とか責任というものになります。コンカフェ、コンセプトカフェとか夜のお店とか行くと、バーとかもそうですけども、チャージっていうものがかかるんですね。いわゆる席料なんて言い方もします。席に座ったら料金が発生するみたいな。500円とかね、1000円とかね、かかるところいっぱいありますけども、そういった形でチャージっていうものは、料金っていう意味もありますよ、というところを覚えてください。あと、責任というものがあります。料金が発生する以上、サービス分には責任を持たなきゃいけないというような感じで覚えていただければなと思います。で、代金を請求するという動詞にもなります。チャージというのは料金という意味が発生、料金という意味があってですね、料金を請求する側もいるんで、請求する側の動詞ということであれば、代金を請求するというような意味になります。要はスイカとかね、ナナコとかね、あとファミマカードとかいろいろあると思うんですけども、そういったカードもチャージできますよね。そういったもので、そのカードにお金を入れてください。千円札、ね、でチャージしたいんですけどって、このカードに、お金を入れてください。代金を請求しますよね。物理的に。代金を請求しますよねっていう意味で、チャージってイコール代金を請求するっていうような意味で覚えていただければなと思います。次やっていきましょう。ローンです。これローンで伸ばし棒だけのイメージというよりもローンね、うが入るようなイメージを持っていただければなと思います。名詞と動詞、名詞貸し付けという意味ですね。動詞でお金を貸し付けるっていうようなイメージです。このローンの意味って中高生だとなんとなく意味が分かりづらいと思うんですけど、多分皆さん、基本的に賃貸の方が多いと思いますけども、家をもう持ってるよ、マンションの一室買ってるよっていう人いると思うんですけども、家ってね、土地と建物両方買うと1億円ぐらいすることがあるんですよね。1億円じゃなくても5000万以上とかかかるんですよね。マンションの一室だって2000何百万とかかかるんですよ。買った時にそれを一括で払えますかって言ったら払えないと思うんですよね。なので金融機関から、ちゃんと職業をしてこれだけの給料をもらってますよということを証明した上で、その家のですね、お金をですね、金融機関から借りるっていうことを行います。で、家に住みながら、一応家は買ったんで自分のものなんですけども、その分、ローン、貸し付けてもらったお金を、ご両親とかが、払って、死ぬまでに払い切るみたいなことをやってますよってところはイメージしておいてください。ローン、ね、まだローン払ってるのよってね、貸し付けられた金額、貸してくれたお金を返し切れてないのよって意味に捉えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。次やっていきましょう。フォース。ね。フォールスでもいいんですけども、聞こえ方としては、リスニング的にはフォースっていう風に聞こえますので、このフォースで覚えていただければなと思います。で、形容詞で、誤った偽りのっていうような意味になります。本物ではないということです。Excel とかやってるとですね、フォールスの反対は true。ね。本物だ。真実のっていうような意味の true を使われることが多います。多いと思います。なので、false と true はですね、セットで覚えておくと、あと楽になるのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。次、95、ビターですね。ビターなチョコのビターです。このビター、形容詞ですね、苦いって意味があります。苦い経験っていうのは、
言い換えれば辛い経験ですよねっていうふうにですね、苦いと辛いは同じ、ね、辛いと辛いが同じじゃないっていうのはなんでなんだろうっていうところなんですけども、英語圏、アメリカ圏のイメージだと苦いイコール辛いっていうような、イメージ。なので辛い経験、ね、苦い経験っていうふうにですね、イメージできるようにしていただければなと思います。ただ物が苦いだけではないですよというところですね。次やっていきましょう。エンプティーです。これエンプティーに関しては形容詞と動詞がありまして、空の、空虚なっていうような意味があります。動詞で言うと空にする、中身に何もなくするということですね。まあ、自動車とかバイクとか乗ってる人であれば、ガソリンが足りなくなるとエンプティーマークっていうのがつきますよねっていうのでイメージできるかなと思います。次やっていきましょう。ショート。ショート。ね、これ、ショートって呼んでもらっても構わないんですけども、リスニング的にはショート。ショートっていうふうに聞こえますので、そこだけ要注意です。形容詞と名詞、命名詞ですね。形容詞だと付属したとか、背が低いっていう意味になります。背が低いっていうのはローっていうのもあると思うんですけども、ショートっていうのは短いっていうようなイメージがありますので、背も短いっていうふうに例えられますので、ショートで、覚えていただければなと思います。で、まあ、ビジネス用語としては、ショートしてるよ、ね、この商品ショートしてるよなんていうね、言い方をされることがあります。そのショートっていうのは付属しているよ、ないよっていうような、もうすぐなくなっちゃうよっていうような意味が、このショートという意味になります。それで要注意です。次やっていきましょう。エブセント、エブセントですね。アブセントでも OK です。エブセント、不在でとか欠席でっていうような形容詞。そして、エブセンス、エブセンスですね、というものになれば、名詞で不在とか欠席というような名詞形になりますよと、いうことですね。AB、アブっていうものがつく、エブ、アブっていうものがついた場合には、基本的に何かから離れるっていうようなイメージを持っていただければなと思います。これは今現在いるべきところから離れているから、エブセンスなんですね。そういうふうに覚えていただければなと思います。次やっていきましょう。ウェイストですね。これは無駄にする、浪費するっていうような悪い意味です。ワーストとかウェイストとか、なんか W から始まるものってなんか悪いようなイメージがあると思いますけども、そういうようなイメージで持っていただければなと思います。名詞にすると浪費や廃棄物っていうものになります。次やっていきましょう。100個目、トラブルっていうようなイメージでもいいんですけども、聞こえ方としてはターブル、というふうに聞こえますので、ターブルというふうに、耳で聞き取れるようにしていただければなと思います。動詞だと悩ませる、迷惑をかけるっていう、誰かに何かしてしまうようなイメージ。そして名詞だと心配や困惑っていう意味になります。悩ませる、迷惑をかけるね。そうじゃなくても、子供を一人でお使いに行かせるとか、一人で、子供をですね、新幹線で長旅まで行かせるというような場合には、心配や困惑っていうものはつきものですよね、っていうふうに覚えていただければなと思います。次、101個目やっていきましょう。リーブです。このリーブに関しては動詞名詞そのままにしておくっていうようなイメージがあります。つまり、そこから離れるって、目に映ってるものをそのままにしておいて、どっかに行くっていうようなイメージなんで、去る、離れるっていうような意味もありますよと。で、まあ、休暇や許可というものになります。仕事から離れる、ね、制限から離れるから、休暇や許可というようなイメージ、持っていただければなと思います。次、102個目、ファインドでもいいんですけども、ファインドで、ちょっとファーを伸ばすようなイメージ。動詞で分かる、見つかるというものになります。裁判で、真実が分かる、新しい証拠が見つかれば、裁判官は判決を下さなければいけないというふうにですね、判決を下すっていう言葉も一応覚えておいていただければなと思います。次やっていきましょう。イレクト。イレクト、ですね、アメリカイングリッシュだとアレクトというふうに聞こえますよと。まあ、選出する、選挙をするということですね。で、名詞で、アレクション、ね、っていう、イレクション、アレクション、どっちもいいんですけど、やると選挙っていう意味になりますよってところも覚えておいてください。次やっていきましょう。104、ビリーブ、ね、まあ、音楽祭とか歌謡祭っ
ていうんですか、音楽祭か、音楽祭とかでね、Believe という曲を歌ったことがあると思いますけども、これ動詞でやると信じる、名詞の Belief っていうものになれば、信念、信頼、確信というような意味になりますので、そこら辺を覚えておいていただければなと思います。105、これですね、ツアーリスト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 ってツっていうよりもトとちっちゃい腕、ツアーリスト、ツアーリスト、ツアーリスト、って言った方がそれっぽく聞こえます。観光客って意味ですね。それから、果てツアー、ツアー、ツアー、ツアーじゃなくてツアーですね、には旅行って意味になります。ツーリズム、ツアーリズム、ツアーリズム、ね、旅行事業とか観光旅行とかね、ビジネス用語的な意味で使われることがありますよというところですね。次やっていきましょう。 Travel、 Travel、 Travel というふうに聞こえます。 Travel、 Travel、 トラベルでいいんですけども、 Travel、 Travel というふうに聞こえますよと、名詞旅行、動詞旅行する、もしくは進むというようなイメージになります。まあ、ツアーとかね、トラベルっていうのはどっちかというと観光の旅行っていうようなイメージを持っていただければなと思います。そう、なんかもう旅行会社がいて、それに、のプランによってこことこことここを回りますよ、何時何分に回りますよっていうようなものが、ツアー、観光ですよね。トラベルっていうですね、旅行っていうようなイメージを持ってください。で、次ですね、ボイージ、ボイージュ、ボヤージュでもいいんですけども、それフランス語っぽいんですよね。英語だとボイージュ、ボイージュ、ボイージュ、ボイージュっていう感じですね。ボイージュ、これに関しては航海、海での旅、船旅を意味することがありますよと。もしくは宇宙の旅、なんかに漂って旅をするようなものがボヤージュ、ボイージュになります。ちなみに陸路を旅する、ものをジャーニーと言います。目的もなく旅に出る、そういったのジャーニーというものですね。なんとかジャーニーってね、どっかのね、人が歌ってましたけども、そういうジャーニーっていうのは陸路で、長旅をするようなものをジャーニー、船旅で長旅をするのがボイージ、ボイージっていうふうに覚えていただければなと思います。次やっていきましょう。108個目、煩悩の数来ましたね。 Rest、 Rest、 これはですね、休息って意味、休むって意味になります。はい、レストラント、レストラント、食べて休んでくださいねっていうのがレストラントですね。覚えておきましょうね。まあ女子から言えば休ませるっていうのも一つの言葉になっております。次ですね、こちらです。 Leisure、 Leisure、レイジャー、レジャー、ね、レジャースポットのレジャーでも OK なんですけども、レジャーっていうのが英語っぽい発音になります。レジャー。ね、まあ、余暇とかね、暇とかっていう風になります。さっきのレストっていうのは仕事中、ね、お昼休憩しましょうか。仕事して何分か休憩しましょうかっていうのがレスト。休息です。一時の休息です。このレジャー、リージャーというものに関しては、仕事から休暇をもらって、そこで、まあ、暇を持て遊ぶ、余暇をどうにかするっていうようなイメージになります。次やっていきましょう。Airport、Airport、ね。ちなみに、このエアポートのポートっていうのは、ポートアイランドなんてね、言い方しますけど、港町、ね、その時船がですね、ほんの100年前では、100年前までは、船が主流だったんですよ、旅行っていうものに関しては。でも飛行機っていうものができました。旅客ジャンボっていうものができました。ね、それができて、その飛行機が止まるところ、なんですけども、飛行機が街中で止まるとですね、まあ、いろいろ騒音問題とか落ちたらどうするんだっていう問題があるから、港を借用してですね、作られたことがありますよっていうところからの語源でエアポート、ね、空から来る飛行機が止まる港っていうことでエアポートっていうような言葉が作られましたよっていうところは覚えておいてください。よろしいでしょうか。次行きましょう。111ですね。アップロード、
ね、A、B がついたら何かから離れるっていうね、お話をしました。ロードっていうのはですね、まあ、国道から離れる。abroad、飛行機でどっか行くようなイメージ。副詞として使ってですね、外国へ行く、外、道路から離れてちょっと飛び立って国境を越えて次の国へ行くっていうようなイメージの abroad。ね、日本で言うならば国境線ありませんから海を越えて海外へっていうような生き方意味になりますよというところは覚えておいてください。次112番目、サイトシーン。サイトシーンっていうものですね。サイトっていうのはビッグサイトのサイト、大きな広場、ね、ホームページのサイト、ホームページが載っている場所とか広場っていう意味がサイトです。それをシーン、見ていくっていうような意味になります。それで観光っていう意味になります。サイトっていうのは場所っていうふうに覚えておいてください。それにシーン、見て、見回るっていうのはシーンっていうのはくっついてサイトシーンっていうふうに言います。旅行に行った時にですね、入国するときに何の目的でうち来たのっていうふうに言われたらサイトシーンって答えろなんてね、旅行会社から言われると思いますけども、そういった意味のサイトシーン覚えておきましょう。はい、次やっていきましょう。113、ライズ。ライズはですね、自動詞です。自分で上がる、自分で登るっていうようなイメージです。自分で立ち上がり、自分で起きる、起床するっていうような意味になります。名詞になると上昇増加というようなイメージになります。似たような言葉でですね、レイズっていうものがあります。このレイズっていうものはですね、ファイナルファンタジーでですね、人を生き返らせる魔法ではありません。他動詞です。誰かを持ち上げる、誰かを育てる、という意味になります。次やっていきましょう。115、ライです。ライアーゲームのライです。ね、嘘を言うとか嘘っていう意味になります。横たわるっていうね、意味もあります。ふてぶせしさが出ますよね、横たわるっていうものですね。まあ、そういうような、まあ、嘘を言うっていうのは分かりますけど、横たわるっていうのも一応覚えておいていただければなと思います。次ですね、レイっていうものがあります。ライの次はレイです。ね、ライズとレイズにね、つなげてみました。はい。で、動詞でですね、横耐えるという意味になります。いわゆる置く、ただ横になって、それが置物のように横耐えているというようなイメージ。川とかのね、大きな木がね、ぶっ倒れてですね、川をまたいで、それが橋になっているような形で、木が横耐えている、置く、置かれているっていうようなイメージ持っていただければなと思います。次117個いきましょう。カンバーセーション、ね、僕たちが英語を学んで一番やりたいことって何ですか。点数を取るのももちろんです。大学受験でね、点数取るために英語を勉強します。でも外国人と会話できるようになりたいっていうのもありますよね。これ覚えてください。カンバーセーションは会話というものになります。カンバースっていうふうに言うと、談笑する、会話をするっていうような意味になりますけど、まあ、とりあえずね、このカンバーセーションを覚えておきましょう。最終的に、大学受験のために、まあ、勉強するんですよ。大学受験のために勉強するんですよ。それを最終的に活かして外国人と英語でコミュニケーションを取るっていうね、目標まで持っていただけると、英語を学ぶ意味、出てくるのではないでしょうか。次やっていきましょう。118、スピーチです。皆さん、スピーチしたことありますか？めちゃくちゃね、緊張する人は緊張して喋れないと思います。ね、たまにね、風紀委員長とかね、生徒会長とかね、何々部の部長とかね、すごいなと。ね、あんな感じに堂々とね、なんか紙読んでるんじゃなくて自分の言葉で言ってるのすげえなーって思ったことあると思います。ね、そうですね、スピーチイコール、演説ってことですね。話し方。ね、人間ってやっぱ話し方に性格って出てくると思うんですよね。なんだろう、っていうかさ、俺はさとかだよねみたいなことを言う話し方をしてると、ちょっとなんかだらしなさが出てくるじゃないですか。それがかっこいいっていう人もいますけど、やっぱりこうちゃんとした喋り方っていうものを習得していて、言葉を選んでるなっていうようなニュアンスが伝わると、ものすごい英語の人の話し方に信頼性が出てくるっていうことですよね。その信頼性が出てくる喋り方で演説をすることによって人を動かすことができるよと、感動させることができるよっていうのも俳優さんとか女優さんとかですよね。そのシーンに合った話し方、そのキャラに合った話し方っていうものができるとですね、人としてですね、見られ方が変わってきますので、皆さんもですね、ぜひ話し方練習してみてはいかがでしょうかというところですね。次やっていきましょう。119、
アテンションプリーズのアテンションでございますね、まあ、いわゆる注意してください、注目してくださいねって、飛行機に乗ったらスチュワーデス、今だとキャビンアテンダントさんなんていうんですかね、CA の人が、アテンションプリーズ、ね、飛行機内ではぬんぬんかんぬんとか言ってね、話し始める、あのアテンションね、これ注目する、注意する。意識をそっちに注ぐ。目をそっちに向けるってことですね。たまにね、人の話を聞くときに、目を見ないで聞く人いると思うんですよ。まあ、見なくてもいいときってあるんですけど、基本的に人の話を聞く場合には目を見ながら話しましょう。じゃないと、相手が俺の話聞いてんのかなって不安になっちゃうことがあります。ね。逆に自分も多分そうだと思います。自分が例えば注意した人に話しかけてるのに、本読みながら、そうなんだ、へえ、よかったじゃんっていうふうに言われるよりは、振り向いてもらって、見てもらって、ああ、ごめんねっていうような感じに言ってくれた方が、ああ、聞いてくれてるんだなっていうような気持ちになりますので、人の話し方につながりますけども、このアテンション、してるっていう見せ方っていうのは、ちゃんと意識していただくといいのかなと思います。次、120やっていきましょう。コンタクト。コンタクトですね。ごめんなさい。コンタクト。コンタクト。これですね。接触や連絡っていうことになりますね。コンタクトレンズっていうのは眼球にくっつけるっていうことですね。接触させるってことなので、コンタクト。ですね。コンタクト、ちゃんとコンタクト取ってる？あの人と、つって。で、孤立しないようにコンタクト取りなよっていうのは、接触しないよ、連絡しないよと。ね、コミュニケーション取れないよっていうことですので。これね、やっぱりね、人がいっぱいいる、ね、社会に出る、学校もね、人がいっぱいいて、ある程度その、ね、差別的なこともあると思うんですけども、ある程度ですね、コンタクトを取ってお互いに仲良くやっていくっていうのもコミュニケーションの一つです。で、どうしても無理な場合はダメですよ。まあ、自分が無理して、自分が壊れてしまったら意味はないので、自分がね、助けられないんであれば助けない。助けられるなら助けるっていう意味ですね。まあ、できるだけコンタクトっていうのはやっていっていただきたいなと思っております。一応動詞でね、連絡するや接触するっていう意味もありますので、一応コンタクトっていうのを覚えてください。CON とかね、コンとか COM、コンっていうのが出てきた場合には、大体なんか誰かと誰かがつなげる。カンパニーとかもそうですね。人の集まりのことをカンパニーって言ったりとか、いろんなね、意味合いが、コミュニケーションもそうですよね。コミュニケーションの COM っていうものに関しても、人と人とのですね、人間関係をコミュニケーションって言いますので、まあそういったところで CON、COM が出たら、なんかこう人と接触するようなイメージなんだなというところはイメージしていただければなと思います。ということで、今回4日目終わりました。これ120個英単語を覚えたと思います。次はですね、パート5、5日目の動画になりますので、それをやれば150個英単語を覚えたことになりますので、ぜひね、この1時間、20分、わかんない、20分か30分かわかんないですけど、その時間を無駄にせずにですね、集中して聞いていただいて、英単語をぜひね、覚えて帰っていただければなと思います。ではまた、この動画がためになった方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。またね。